あと15年ぐらい放っていくとなくなってしまう計算なんです。世界中の中央銀行が今取れている金を競って買われてます。2023年を記念して、はい、202.3g の純金のメダルを贈呈いたします。 202.3g の純金。今新しい生活の中で注目されているアイテム、企業、人物などにフォーカス、ニュートレンド1。さあ今回ご紹介するのは金製品のリーディングカンパニー SGC にやってまいりました。金製品といえばね、近年のこの値上がりもかなり話題になってますけども、資産性が非常に高いですから多くの方が注目していると思います。私もかなり注目していて、今日はちょっとね金について詳しくなりたいなと思っております。さあでは早速中に入っていきましょう。もうこの扉がちょっと重厚感あって、この中で世界が変わるわけですね。じゃあいきますよ、お邪魔します。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、いらっしゃいませ。うわすごい、何ですかこの部屋は。はい、すごいですね。うわ金が至るところ、うわすごい、もう金まみれですね。そうですね、この部屋はすごいことになっておりますけども、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 SGC の土屋健吾と申します。よろしくお願いいたします。ゆうじと申します。この部屋はもう早速ですけど、あの金が本当にいろんな形でありますね。そうなんですよ、だいたい100億円分ぐらいこの部屋の中だけで金がございます。すごいな、俺今100億に囲まれてるのこんな経験ないかもしれない。すごいですね。この辺はこれは小判だ。そうですね、小判、これは24金、純度 100% の小判ですね。ゆうじさんよろしければお手に取ってみてください。うわ、いいんですか、ありがとうございます。重たいですよ、うん、重たいめちゃくちゃ重たいな。今支払いはほとんど丸々ペイですからね一個一個こんな重たいものを持ち歩いてらんない、財布に入れてらんないですよね。何枚分だこれ。これが25枚になってます。これが25枚。はい、これ1枚でこれの金額ですか。そうです、47万3千円のものが25枚くっついてます。こちらで約1000万円ちょっと待って、俺今1000万円手のひらに乗っけてんの。うわこれで1000万円ですって。うわ金ってすごい、なんかワクワクしますね金ってね何なんですかこのワクワク感は。実用性のあるものも結構ありますね。そうですね、うん、ご利用いただいて楽しんでいただくものなので、食洗機にもかけていただけますし、普通に食器用の洗剤スポンジで洗っていただけます。なるほど、あ、もう普通に生活で使っていいんですね。うわ、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ、なんすかこの部屋。え、これ茶室ですかこれ。そうですね、あのこのギャラリーで一番高価なものとなっております。うわ、出た。ちなみにおいくらぐらいですか。総額約7億円ですちょっとあの単位のステージが変わったさっきまで万で興奮してたからね、こっちは奥行っちゃいましたから。7億、はい、買われた方がいる。はい、茶室自体は全て金箔ですね、うん、あ、はいはい、ただ中の茶道具は全て純金です、うん、純金なんだ。あとあのよろしければあの金の音色をお楽しみいただけますので、うわーそっかこれ、うわーおりんだ。はい、うわ長い、すっごいじゃんこれ、まだ続いてる。うわー、綺麗。まだ続いてる、微妙にまだ続いてるんですけど、もう喋りますね、尺的にね。あのチーンってなってから音色がずっと一定で、一定なんだけどボリュームだけがこうどん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 小さくなっていく感じで、なんかね360度からこう聞こえるような美しい音色ですわ。そうですね、約1分近く音色が続きます。通常のオリンですと15秒ほどなんですけども、うん、
これがまた金の良さですね。ちょっと本当にこれだけの金に今も触れさせていただいてめちゃめちゃ高揚感が上がってるんですけど、一旦この部屋からは出て次のパートに参りましょうか、はい。土屋さんありがとうございました。ありがとうございました。 One Morning New Trend One。ワンモーニングニュートレンド1、 SGC の代表取締役会長 CEO 土屋豊さんにお話を伺います。土屋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう早速この今インタビューをさせていただいているこの空間、先ほどちょっとぐるっと見せていただきまして、はい、いくつかこう持たせていただいたりもしたんですけど、はい、改めてこの金の迫力と重量感と、はい、あとは物によって音色だったりと、はい、もうなんか金には本当さまざまな魅力があるなと実感しました。まあ、これだけの純金製品をですね、はい、この銀座のど真ん中に、まあまあ日本国中でこんだけ一堂に置いてあるところはですね、はい、おそらくここが最大規模だというふうに自負しております。そうですね、はい、ものすごい価値のあるお部屋になってますからね、ここね。そしてなんかもうこれだけの金に囲まれた経験がないんですけど、非常に心がなんか豊かな気持ちになって、はい、私の名前も豊かですからありがとうございます。ありがとうございます。だからかな、めちゃめちゃ豊かな気分になってます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずお茶でもどうぞ。 はい、ありがとうございます。うわ、まあ素敵な器で、これありがとうございます。純金でできてます、ね。はい、お抹茶ですかねこれ、はい、その上にさらに金粉が乗っているという、重たい重たい、びっくりした。結構重量あります。ではいただきます。味わったことのない味が今口の中に広がっております。これはね、お茶だけの味じゃないです。これは、あ、ちなみにこれ一客1000万ほどいたします。よかった、先飲んどいてもうだって触れないもん。知らないうちが幸せだったね。必ずこのお茶を飲んだ人は幸せになる、うわ、というふうに思ってます。これは何かしらのご利益がありそうですよ。うわ、ごちそうさまです。ありがとうございました。お茶もいただきまして、はい、ちょっと金についてもいろいろと伺っていきたいんですが、はい、金を取り扱う企業というふうに聞きますと、はい、どうしてもこの四角い金属の塊、そうですね、いわゆるインゴットの取引をする会社をイメージされる方も非常に多いと思うんですが、はい、SGC さんが手掛けてらっしゃる事業というのはまた異なっていると伺いました。はい、はい、私どもはこういう美術工芸品をですね、まあ、日本ほどか、まあ、世界中に広めていこうということで40数年前に私が始めたんですけれど、はい、やっぱり金っていうとどうしてもそのインゴットのイメージがあります、はい、塊の。ただ世界中でこうやって見てみますと、ツタンカーメンもあったようにですね、まあ、いろんなもの工芸品があるんで、まあ、日本は黄金の国ジバングと言われたこともありまして、うん、何かこれをですね、やっぱり見て触っていじくって、うん、楽しんで財産になるものをできないかということで始めたのが最初でございます。まあ、私が最初こう始めた頃は、うん、その金が1グラムいくら で、はい、でこれがなんで2倍にも、うん、2.5 倍にもなってるんだとこう、よく言われましたけれど、まあ、笑いながらですね、はい、お客様、カツオもマグロも海を泳いでる時はタダですと、はい、ダイヤモンドも地中にある時はタダですと、確かにこれには加工賃がかかってますと、もちろんいうことで、こういった美術工芸品をね、はい、なんとか広げていきたいなという思いで作り上げたんですけど、うん、はい、なかなかこの伝統工芸のこういったものを作る担い手っていうのは少なくてですね、日本の伝統工芸である黄金の国ジバングっていうものがなくなってしまうなという思いもありまして、うんうんうん、まあ芸大や美大やいろんなところに行って直接ですね、うん、生徒さんとお話をさせていただいて、うん、こういったものを作る担い手に君たちになっていただけないでか、はい、ということを熱を入れてお話ししまして、うん、こういったものをですね今作る工房をですね、うちの工場の中に作って、へえ、今現在進行中でございます。あ、もうじゃあ自社で、はい、全部完結できるような。私どもの会社は製錬から製造、はい、販売、まあ、買い取りのリサイクルから全部一貫してやっている会社でございます。すごいですね。金を取り扱っているだけじゃないってことですね、はい、でも今おっしゃったようにその
確かにインゴットとして欲しい方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、ここには金の価値はもちろんあるんですけど、はい、これはあくまで資産としてのものにしかならなくて、はい、で一方で金の資産でありつつ使えるものだったりとか芸術性の高いものっていうのは、はい、その思いが入るじゃないですか。そうですね、まあ、私どもの会社 の, あのイメージはですね、あの思いを最高の形にというのが、うんうん、あのコンセプトになってます。確かに、まあ、ゆうさんおっしゃるように、うん、はい、金というのはそのインゴットもらうと、うん、なんか株をいただいたみたいで、あ、そうですね、その買っても毎日上がった下がったということを見てて、うん、なんか寂しいような気もしますし、そうですね、それはやっぱり美術工芸品として希少性の高い世界に一定しかないものを作り上げて、うん、はい、それを子供や孫に資産として継承していくと、うん、はい、いうことを今脈々と進めているところでございます。それが素敵です。やっぱり物とか形あるものにはこう人が見て何かこう感情を抱く、ね、はい、気持ちがありますから、それがなんかみんなの知っている象徴的なものだったり家族にとって象徴的なものであると、はい、より意味を持ちますもんね。やっぱりでもあの金ってちょっと根本的な話になりますけど、はい、そのとても今価値が高いじゃないですか、はい、これっていうのはやっぱその量が限られてるからっていうことなんですね。もうそれはもう最大の理由でございます。やっぱそういうことですか。まあ、簡単に言いますと、ええ、今地球上で金が1年間に掘れる量っていうのは3000トンしか取れない、うん、だから実際に今世界で流通している金っていうのは4000トンありまして、はいはいはい、1000トン足らないじゃないかっていうのは、はい、1000トンは、まあ、私どもの会社も同じですけれど、ええ、お客さんからいらなくなったネックレスや、まあ、時計のバンドですとか、うん、そういったものをですねリサイクルして、はい、それをまた世の中に出しているのがこの地球上で約1000トンあります、はい、で今ゆいさんおっしゃったように有限資産ですから、はい、今のこの産金コスト、うん、金の世界中のこの産金コストで、あと15年ぐらい掘っていくとなくなってしまう計算なんです。割と近い未来ですね。近い未来です。世界中の国の銀行、中央銀行がみんな知ってるんですけど、はい、今取れてる金を競ってみんな買われてます。じゃあそうなってくると15年掘り続けて15年しかないのに、はい、もう限りが迫ってくると、はい、みんな欲しくなるから、はい、ここの15年というのは加速する可能性もありますよね。ありますね。うわ、ただしがありまして、はい、その金はじゃあもうないのかっていうと、はい、アラスカの奥地とかアフリカの奥地とかまだ地中の中に金はあります、はい、これあるのは今の産金コストでは掘れません。インフラを整えて道路も何も全部やってやるととてつもない産金コストになってしまいます。そこまでして金を掘っても掘るためのお金がかかりすぎてしまって、はい、金の価値を上回ってしまう掘るコストが、はい、そうなると掘っても意味ないからそこは手がつかない、はい、手がつけられるものだけでもあと15年でなくなっちゃう。そうか、じゃあここにある金たちっていうのもこれもう本当に今残された貴重な金の一つなんですね。すべて自社でっていうことをおっしゃってましたけど、はい、それこそあの金をこう造形するまあ職人さんだったり作り手っていうのももちろんなんですけども、はい、それをデザインするいわゆるその作家さんっていうのも、はい、あの伺った話によるとその美術工芸品を作るっていうことで、はい、なんか作家さんも会社で雇用されてると伺いました、はい、もちろん私のものからしてはこの他にですね、はい、まあ、美術工芸品の世界的な世界中から高価値するマイセンですとかセーブルですとか、はい、ガレルですとかドームですとかそういったものも取り扱ってるんですが、まあ、もちろん中心はもうすべて金ですけれど、はい、そういったものを見せながら、はい、教えながらこういったものと連動させていくというような勉強をさせます。もちろん人間国宝の奥山先生が来ていただいたりいろんな先生が来てその子どもたちをですね、うん、はい、一生懸命教えて、やっと今年で6年になりました。やっとなんとか世間にも出してもいいんじゃないかというようなレベルになってまいります。ちなみに今これを飲んだこれですけれど、はい、うん、熱を加えて叩いて叩いて、はい、これ模様を入れたりなんかするのに6ヶ月ほどかかります。そうですか。勉強したくても練習したくても1キロ約1000万するわけですから、それを貸してテストでやってみろという会社はなかなかなくてですね、はい、なかなかね。でも成長段階までは練習が必要ですから、はい、練習にもお金かかりますね。子供たちはみんな銀とか銅で練習するんですよ。でも違うわけですよね、はい、で金で本物の金で練習させることによって緊張感も生まれますし、はい、絶対自分はこれでといういろんなものが生まれてきますので、はい、最高のものができてくるという感じですね。 SGC さんはもうその練習含めそれも全部本当の金でやる。本物の金で全部やってます。すごいですね。他にもなんかあの SGC さんではアスリートをはじめ結構スポーツイベントへの支援
もう結構積極的にやられていると、ね、先ほど言ったようにブランドコンセプトが私どもは思いを最高の形にということで、はい、自分たちが成し得なかったスポーツ、うん、はい、楽しいな、僕もああいう風なアスリートになりたかったなって、うん、でもなれない、でもその人たちはいろんな地道な努力をして思いを最高の形に持っていったというところでアスリートになってるわけですね、はい、ホノルルマラソンのスポンサーにもなってましたですね、あ、そうですか、金メダル、はい、あのフルマラソンを走った男女それと、うん、車椅子の方々、うん、はい、優勝者、男女の4つにですね、あ、2023年を記念して、はい、202.3g の純金のメダルを贈呈いたします。 202.3g の純金、はい、これは走りがいがあるな、モチベーション上がるし、ね、ホノルルマラソン参加される方人気あるマラソンですから、はい、皆さんもやっぱ嬉しいと思いますよ。それは日本でその僕らアスリートの皆さんに一生懸命応援させていただいてるんですけど、はい、日本で一番最初に金が取れたところっていうのは、はい、宮城県の涌谷町というところなんですよ。仙台のベガルタさんが金のユニフォームを着てるじゃないですか、はいはいはい、でまあ、関係者とお会いさせていただいて、はい、SGC が金を、ね、やってるなら応援しなきゃダメだよということを言われまして、はい、ベガルタさんに応援して2メートルの金箔のですね、マスコットキャラクターですか、マスコットを作ったりですね、うわ、いろんな形で応援させていただいてます。すごい、あ、そうですか。じゃあサッカーのベガルタ仙台も応援しているし、はい、まあ、金というものを結構スポーツを通じてみんなに知ってもらったりとか、はい、改めて魅力を知ってもらう、そのアスリートの人たちがね、誰も成し得なかったことを練習して苦労して頑張ってやった人たちにはですね、永久に朽ちることのない金で何かアスリートの人たちにプレゼントしたいなという思いで今応援をさせていただいてます。最後になりますが、番組を聞いているリスナーに向けてメッセージをお願いいただけますか。はい、まあ、我々は SGC は製錬から製造販売リサイクルまで一貫してやっている会社ですが、インゴットではなくてですね、やっぱり見て触っていじくって楽しみながら財産になっていく、また子供や孫も喜んでいただいてという形のものを今後もずっと作り続けていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ワンモーニングニュートレンドワン、今回は SGC の代表取締役会長 CEO 土屋豊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日は金にまつわる大変貴重なお話をたくさん伺うことができました。金というものは本当に長い歴史愛されてきたことも証明されてますし、僕自身も、おじいさんから受け継いだ、金のオイルライターがあるんですね。でこれはやっぱり金ということで非常に価値があるものなんですけども、やっぱりそのオイルライターという形になった時に、そのおじいさんが使っていた姿を想像したりとか、どういうシーンで使っていたのかなとか、なんかそのやっぱり金というものだけではなく、形になった時にその持っていた人の、絵を想像することができるっていう、なんかその金の価値のその先にある想像力に触れる部分があって、僕はそれがすごく素敵だと思っていて、まさにここ SGC さんが手掛けていらっしゃることっていうのは、金というものだけではなく、それが形になって使えるものだったり芸術品になったりと、なんかその金の価値にプラスする何かが乗っかっているっていうのが僕はすごく素敵だと思っていて、自分のために、手にするのもいいですし、大切な人にこうプレゼントするのにもやっぱりこう意味を持って渡すことができるというのはすごく素敵だなと思いました。まあ、金というのはね、今昨今はすごくその価値がどんどん上がっていて、資産性も高いことから興味がある方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、ただの塊で持つのではなく、やっぱりこう人の思いが乗っかる形で持つっていうのもすごく素敵だなと、本日学びにつながりました。ワンモーニングニュートレンドワン、今回は SGC の代表取締役会長 CEO 土屋豊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。